歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん、寒い雨の中で心が温まるエピソード、市川團十郎。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが雨が続く都内でほっこりエピソードについて振り返った。自転車で出かけたら外がとても寒い、えってなりましたのでそのまま帰宅。車の中も外も寒い、雨。雨で寒いけど還元の笑顔を見てると何か温かいな。大雨で寒いけどあいあい傘いいよね。ファンからのコメントは本当に仲のいい指定ですね。レイカお姉ちゃまが感化のことをいつも守ってくれてるような後ろ姿ですよね。なんか見てる感じ、真央さんが息子の勸玄君を温かくなんか包んでるような感じにも見えてきそうな感じがします。二人とも足が長い、そうですね、昭和の世代の私たちと頃と比べて今の子供たちって理由はよくわからないですけど本当に足が長いなというふうに感じます。私の感想は関西も春ですが数日間雨で寒かったです。関西も昨日までずっと雨降ってました。ようやく昼ぐらいから晴れてきたって状況ですね。カンカンの笑顔でほっこりさせられ、レイカちゃん勸玄君のあいあい傘、レイカちゃんの行動が心が温まりますよね。まあ極端なこと言えば傘2つでいいですし、さらに外が、寒いんでやはり一方の傘だとやっぱり濡れる確率も高くなるので本当はその方がいいとは思うんですけど、それでもやっぱりあいあい傘っていうのは本当に仲がいいなって感じます。私は姉がいたんですけど、多分この頃はまあ思春期入ってましたんで、どっちかというともう姉のことが好きじゃないみたいな感じでなってた感じだったんで、本当にこの二人は仲がいいな、まあ、逆に今見ると羨ましいなというふうには感じます。市川團十郎さん、寒い雨の中で心が温まるエピソード、市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。